1969年4月9日アフガニスタンのモハメッド・ザビル・シャー国王とホマイラ王妃が東京羽田空港に到着しました天皇陛下皇太子殿下常陸宮様ら皇族そして佐藤栄作総理らが出迎えました国賓としての来日で国王は 自衛隊による栄誉礼に臨みます。その後、国王夫妻は天皇皇后両陛下とともに皇居に向かい歓迎を受けました。十五日まで六日間の日本訪問です。翌日の十日午前、東京港区白金台にあった当時の景品館。 現在の庭園美術館です滞在中の国王を佐藤栄作総理と木村敏夫官房長官が表敬訪問しました会談の席上で佐藤総理は経済協力を約束しました当時は東西冷戦ベトナム戦争の真っ只中国際情勢などについておよそ1時間20分懇談し国王は アフガニスタンが中立の方針を貫いていることを説明したということです国王の来日を機に日本とアフガニスタンの間に文化協定が締結されるなど両国の関係は深まります14日夕方にはホマイラ王妃をヒロ様がご訪問握手後の頬ずりに少しびっくりされたご様子ですが花束を手渡します お前ら王妃は9歳の浩宮様が可愛くて仕方がないようで小さな方に優しく手をかけます花束は美智子妃殿下から贈られたものです手をつないで一緒にソファーに腰を下ろすと王妃は美智子様からの手紙を開封しましたザヒル・シャー元国王は 2002年4月に29年ぶりにアフガニスタンへの帰国を果たしますホマイラ元王妃は帰国の直前にイタリアで亡くなりました